ましょうか。この人怖いから。やばい。はい、今週はですね、うん、火曜、間違えた、木曜イレギュラー放送でーす。見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、ちょうどいつも火曜とかにやってるうるさい人たちです。よろしくお願いします。はい、さっきまで私たち代々木第二体育館でアイドルネーションをねしてきたんですよ。はい、出てきました。ほらほら、いいですよこれ。いいでるはい、だからね、だからめっちゃテンション高いのもほらピアスにね手袋引っかかっちゃったからね。ほんとにそのままちょっと駆けつけてきました。はい、もう猛ダッシュですよ。そうです ね間に合ってよかったね。間に合ってよかった。ちょっと教えてけどごめんね。うん、そうでね、今週は、解禁賞だった。そう、ニコ生で見てくれてた人がいるらしい。ありがとう、ありがとうございます。コラボ面白かった。ありがとう、ありがとう。あ、こんばんは。代々木コラボかっこよかった、よかったよ。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ニコ生見た、ありがとう、ありがとう。みんな見てるんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね。そんな私たちですけど、はい、今日は、うん、ずっとね解禁賞だった仙国さんがいないんですよ。いないので、進行役が佐藤さんなんですよ。そうなんだよ。大丈夫ですか。ダメダメだけど、ちょっとテンション上がってるからこのままの勢いで頑張るね。よろしくよろしくはい、そうだ、今日午前中お台場にもいたんだ。あ、そうそう、マイナビステージに書いてくれてる人がいた。 ありがとうございます。そう、すんごい雨降ってたの今日ね。すごかったのマジで。でそんで初めて傘を持って歌ったんですけども、どうしても歌いたかったんだよね。そう、そうなんですよ。雨の中で、そう、傘持ったままでもやりたくてやり始めたらやんだの。そう、傘捨てたよ。喜びはまるのに、ふぅぅぅ。本当にでも1曲だけだったけど、やばい、今日楽しい。集まってくれた皆さんと一緒に盛り上がれて本当良かったです。はい、ありがとうございます。投げないでちょっと待って、完全にカーブしてた。何してたのずっと。押し投げてたのバカ野郎。やばい、本当に。ということで、今日もこんな感じでいきたいと思います。じゃあそろそろね、タイトルコールいきます。せーの、アップアップガールズかっこかりの戦場かっこかり。はい、もうね、もう本当にもう最初からちょっと飛ばしすぎて息上がっちゃったよ。もうフルマラソンやってみんな落ち着こうか言われたから。一回落ち着こう。はい、はい、オッケー、はい、オッケー。復活早いな、復活早いな。まあね、戦場カッコ仮なんで、はい、その名の通り今日はこの3人でバチバチメラメラ熱々燃えていこうと思います。はい、お願いします。まあね、じゃあ今日はとりあえず自己紹介からいきましょうか。はい、自己紹介からいきましょうか。はい、モノと空気をよく壊す破壊王の19歳ソファカリです。イエイ。今年の夏暑すぎて日にガンガン焼けました。メンバー一汗っかきの19歳佐藤彩乃です。今オセロみたいで、オセロちゃうやん。なんでやねんここ。よかった、じゃあ白くなれるよ。そしたらいや、挟まれて白ってなんだよね。はい今日はこの二人に負けずに熱苦しくいきたいと思います。古川小夏でーす。イエーイ。はい、まあね、まずは今日も球打ってる人がいる。最高だな、みんな。あ、そうだ、あの日以来ね。そう、超面白い。パチパチパチからね、キュ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 ってなってなんか8で間違えて9押しちゃったのかなっていう、9888のがいて、私すごいツボっちゃって、うん、それをずっと言ってたら、そのからもうね8じゃないくなっちゃったの、みんな。そう、キュ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 言ってますね。はい、てなわけでまずはキュッキュ行こうね、みんなキュッキュ行こう。はい、ショールームの参加方法からお伝えしたいと思います。ほいほい、私か。はい、私だ。はい、ショールームの機能を使って
右下にあるアイテムを投げたりコメントを書き込んだりしながらパソコンやスマートフォンの前でもアプガと交流することができるんです、うん、そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが前に出てきますので皆さんもどんどんアピールしちゃってください。カモンカモン。番組にコメントやアイテムを投げて参加するには無料のアカウント登録が必要なんです。何登録がまだの皆さんは右上の新規登録から登録してください。はい、お願いします。ってことで、ってことで、はい、ただいまのランキング確認をしていきたいと思います。よはい、東京タワー来てるって。東京タワー、あ、アレックさん、ありがとうございます。リスペクト東京、すごい、はい、2位だね。ありがとう、ありがとうございます。じゃあまず3位から発表していきたいと思います。3位はあっちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。アヒルだね。ね、かわいい、かぶってる。そして2位はアレクさん、ありがとうございます。東京タワーもありがとう、ありがとう東京。そして1位はトシアットマーク台湾さん、ありがとうございます。ありがとうございます。台湾アレックさんがキュ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 って送ってくれた。キュ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 、ありがとう、ありがとう、ありがとう、パチ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 、ありがとう、それが正解。イエスさん、はい、あのですね、そうですよ皆さん下手くそなの下手くそなの、あんま進行慣れてないからね。はい、まあ今日もこんな感じで、あのこの佐保さんと古川さん、古川さんどこ行ったの、このアイコン何、どれ、白いやつ、これ、古川みりん氏が、ね、ちょっとセンスすごいよ、やば、何か何言ったの、白いジャムって書いてあるのは アットジャム、やっぱそうなんだ、アットジャムの、そうアイコン作ったんだね、すげえすごい、なかなかシュールな感じでいいと思う。ねえ、やば、かわいい、もやしと対決させたい、もやしと対決させたい、ほんと怖いの、もやしまだかな確かにね、もうちょっとでね、いや、やだね、これみんながもやしだと想像してみ怖い怖い、めっちゃ怖いよ、しようしようしようって、はい、てなわけで今日はこの3人で最後まで戦い抜いていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは最初のコーナーをあかりどうぞ。富士山頂上決戦大報告大会イエーイ、イエーイ。はい、これはですね、私たち8月6日7日に富士山山頂頂上決戦かっこ仮を行ってきたんですけれども、何これ、何したの、これ番組でもマンポケで疑似体験したの、そう、したり事前にいろんなお話をしてきたこの決戦でしたので、今日は富士山の報告会を行いたいと思います。はい、終わってね、あ、1週間経つよね、つけていこうって言ったのに忘れちゃった、マンポケ、うん、うち、そうなの、あー、マンポケやりたかった、忘れてたー、もう一回行ってきな、でもダメだよでもダメだよ、暴れてたもん結構休憩中とか、確かにすんごい元気だったもん、ね、それ以外のカウントが入ってしまう、うん、そんな感じでまず出発前にね、こうやっていろいろ行って、うん、私なんてあれ登る2日前、うん、前々日、うん、そう、前々日にはショールーム出てたから、うん、そうだ、ね、そうだ、そうなんですよ、先週は月曜に、あの、まあこれもちょっと毎週ちょっと、あ、あ写真、写真が出た、これ5合目のところだよ、そうですね、これから登りますよ、写真ですね、そう、あ、たすきかけてる、そうそうそう、これはあのファンの皆さんが一生懸命あのファンの皆さんの名前をドロロロって書いてくださって、それをね気持ちを持ってファンの皆さん、一緒に登れないけどそのファンの皆さんの気持ちを持って富士山にね登るっていうことでたすきをかけさせていただきました、ねえ、すごい、イエーイ、なんかもうちょっと懐かしい、そう確かに懐かしい、まだでも1週間しか経ってないんだよ、そっか、そうなの、そっか、そうか、そうそう、終わって1週間、うん、で水も、そうですね、水も、ねえ、そうなんだ、ねえ、そうだ、うちさ、みーこにさ怒られるかもしんないけどさ、うん、ちょいちょいバレてるから言うね、うん、あのさ、登山の服に着替えてったじゃん、うん、そしたらさ、あのなんかスパッツみたいのあるんですよ、スパッツみたいの、あのピチピチサポーター代わりのタイツみたいな、なんか
やつがあるんですけど、うん、そうこの写真の一番下にガラガラしてるハーフパンツの下に入ってるやつ。そうなの、そのね、あのパンツを履いて描いてる人いましたよ。本当に破けた事件そうそのパンツを履いて上からパンツをもう一枚履いて、そしたらミーコが気合を入れてストレッチをしてたの。そしたら足を開いた瞬間にビリビリビリってそのタイツが破けたのもうそれが超面白かった。いや面白そうよね。そう、しかもなんかそれで登りながら歩いてる時にどんどん穴が広がっていっちゃう頂上で衣装に着替えてる時に見て穴大きくなっちゃったって見せられて変態か戦国見られるわ。やばいよ。やだ、恥ずかしいね。そんなのスースースーする。女の子として恥ずかしいよ。そんな恥ずかしいよ、ありえないすごいね。まあ、でも朝一笑ったよね、うん、めっちゃ笑った。これから登るって緊張してた時だったからいいリラックス効果に笑ったよね。ね、うん、まあね、うん、みんな大変だった？大変だった。辛かった？あーでもどうだった？ってかあかり2回目でしょ？うん、そう1回目がすごく天気が悪くて、ま、景色もあんまり見れなかったのね。なんか霧みたいにかかっちゃってて、うん、私すっごい寒かったから雨も降ってたし、うん、だからすっごい辛かったっていう思い出があったんだけど、今回はなんかそのガイドさんが言うにはなんか稀に見る超いい天気だったらしくて、うん、気候的にも気温的にも超運が良かったらしくて、本当に星も綺麗だったし、ご来光もめっちゃ綺麗に見えたし、なんか気持ちよかったです。ちょうど気温もそんなに涼しいぐらいで、うん、いい動いたら暑くなるけど、すごいなんか自然を堪能できました今回は。景色とか、その周りのちょっとあの花がどんどんなくなっていく感じとかがちょっとしっかりと、なんかちゃんと富士山を感じながら登れたから今回はちょっと良かった。感じながら登れた、そう感じながらね登れました、うん、お次登山中の写真いきます。あるらしいです。ドゥン、あーこれ頂上です。頂上に着いた時じゃん。頂上にちょうど着いたっていう瞬間ですね。ね、もう本当にさ、うん、あすごい、うん、てみんなの口がバカ開いてる。本当だ、ついたーって言ってたけどね。だ本当にだってもうさ最後の方とか、うん、あの下の景色とかが全然変わんないから、うんうん、でもね雲の中に入ったの、そうおあのこう下から雲がバーってくるの、うん、下に上がってくるなっていうの、あれ上昇気流、雲でいいんだよね、うん、上昇気流、うん、に乗ってに乗ってや上がってきたんだけど、私たちもそう、なんかあのね雲がないところはすんごいあったかかったんだけど、あの雲の中に入った瞬間に激寒。あの雲ってあれでしょ、水出てきたでしょ、水蒸気、それそれ、だから寒いらしい寒かったの。みんなちょっと体験してみた方がいいよ絶対。それそこなんだね、実はアピールポイントは。アピールポイント、それはね、うん、別にドライアイスとかね、自然浴を体感しようよ。でもなんかすごいなんか異次元空間だったの、うん、なんかちょっと違うんですよ本当に下界と、なん本当に同じ世界と思えない違う上の、本当に上でしか感じられない空気感とがあるので、なんか1日ちょっとくらいか、うん、山にいたのはだったんですけど、なんかこう時間のなんか流れが違うんじゃないかと思って、もしかして下山したらなんか3年くらい経ってたらどうするみたいな、昔またないんだから、こんなに違う本当別世界すぎて、うん、なんか帰り下山しながらモリティとその話してて、もしなんかどうするみたいな、お母さんとかおばあちゃんになっちゃってさ3年以上じゃないと受けるわそう、そんな本当に不思議な空間でした。確かにね。でほらみんなわらわらわら。本当だよ。本当だ。お、次は山頂写真があるらしいです。どうも。どうぞ。ああいいね。これ。そうこれ、ね、ここあるじゃないですか。うん、このあのこういう石ですか。うんうん、あの頂上ですよっていう石が。うん、あこの前でその前登った時も写真撮って、うん、それを見たのね、ちょっと登る前にどんな写真だったかなと思って、うんうん、そしたらすっごい顔しててなんかもうレインコートでこんなんなってたこんな写真だったからちょっとこんな笑顔を見せた。どんなどんな怖い怖いもう写真撮るのももうめんどくさいみたいな顔しててなんか今回ちょっとほらほら
かったよ。楽しかった今回は。ね、楽しかったよね。なんかさ、やっぱさ、景色がさどんどん変わらなくなってくるじゃん。だから辛いし、飽きてきちゃうしみたいな。それがすごい辛かったんだけど一番。でもそれでその合間合間にこうみんな喋ったりとか、なんだっけあれ、しりとりしたりとか、歌歌ったりとかしてたから、飽きずに済んだから意外にこうすんなり登れたなって思う。ね、確かに。こう思い返して一番苦労したポイントとか思い出せないもん。わかる。楽しかった。あの時マジでもう本当にもう帰りたいと思ったみたいな瞬間がない。ね。むしろ時間足りなかったくらいだよね。楽しかった。そう、しりとりとかが盛り上がり。そういうことね、そういうことね。びっくりした今何の時間だろう。私頂上での時間かなと思ったけど、そこじゃなくて、オッケーオッケー。そう、登るまでのね。楽しかったよね、やっぱ。楽しかった。みんなでだからかな、やっぱ。そうだよ、それだよ。みんな超うるさかった。超うるさかったよね。お、出たこれ。ここはなんだっけ。加工前。加工前ね。噴火口だよ。噴火口の。今そう、ここでライブやったんだよ。そうだよ、そうですよ。あとちょっとで落ちるかと思った後ろに。すごい怖かった。ちょっとここでやったの。そう、この夏ね、あれだよ、そこでね、見て、みんな写真があるらしいです。あ、じゃあ見えるかな、見て自分の写真。そう、この夏の写真、これ同じ場所。何やってんの、頂上。このギリギリのところで Y 字バランスをやるっていう。あっ、危ない危ない。だってめっちゃプルプルしてたじゃん。スリル感を楽しんだ。しかも床もゴツゴツしとくから。やばくない。そう、超瞬間で撮ったよこれ。超楽しい。でもこの達成感が半端なかった。確かに。ちょっと待って、あ、いいね、かっこいいね。見てこれ、あのね、なんか高まりすぎて指差しといた。雑だね、言い方が雑だと思う。え、でもすごい楽しそうじゃない。めっちゃ楽しそうですよね。やばくないですか。めっちゃ楽しかった。すごい、あの山頂が、あの空気が美味しくて、あの酸素薄いんだけど、でもなんかその空気が新鮮な空気、あのまだ出来たてほやほやな空気が流れてる感じして、これ空気食べてる時ですね。はい。そうなの。はっつって。そう。でもさ、ライブやった時もさ、こう吸ってる空気がなんかさ新鮮な感じがして美味しかったよね。超美味しかった。幸せだった。私もありました、山頂での写真。何してんのそれは。何？怖い怖い怖い。イエーイ。え、ひろさん、ふざけてんじゃん。これマイクです。何マイクで何してるの。山頂で逆にそれしかないわけ。これしかなかった。どうなのそれって。それってどうなの。ねえねえ、でもね、私ね、山頂で不審者見つけた。マジで。それはダメじゃない。この人超不審じゃないですか。え、この夏も、この夏も前の、え、不審者見つけた。え、じゃなくて、何あれ、なんだっけ。あ、見つけた見つけた。てか一緒に写真撮ってもらった不審者。それ危ないよ。ねえ、あなたもじゃん。あなたもでしょ。え、てか私もね、私ね、普通にね、え、怖い怖い怖い、不審者になった。どういうこと。全然関係ない時や。これ普通の日。これ怪しいな。ね、これ見せたい写真を見せる大会じゃないですか。それ。でもなんか本当に、あの意外とミーコが、あのやる気満々だったの。いや本当に、そう、準備万端すぎたよね、うん、あの子。なんだっけ、なんかさ、ジップロックみたいな。そうなんか、まあ、でもお母さんがとか言ってたけど、うん、ジップロックにチョコレートとナッツ、あとナッツ、ミックスナッツみたいなのとかと全部まとめて入れてもらって、うん、それをなんかお腹空いたら言ってねとか言って見せながら、みんな持ってきたからとか言って、結果チョコレートが、あの溶けないやつだったの、あの焼いてある今あるやつだったんだけど、結果崩れてカバンの中に押し込むからぐしゃぐしゃ溶けないけど崩れて、なんか抹茶色のなんか怪しい物体が。そうだよね。ね、あと、うん、あのこれ山頂で食べたコラツトマーナだよね。ラーメ ン違う、なんかね、やっぱり味濃いもの食べたくなるの。なるなる。カロリー消費がやばいんだって、やっぱり、
あの普通のこうあの地上じゃなくて下界で生活してる時よりも、うん、やっぱり登ってる時の方がどんどん、うん、そうなってくるんだって。4000ぐらい、そう登るのに、うん、あの登山だけでするらしいです。そうフルマラソンより全然そうなんだって。フルマラソン2回分ぐらいだよね。そうこれでほぼすっぴんなの。ちょっとやめてやめてほぼすっぴんだからみんな覚えていてくれる。やめてでも私ねお気に入りの写真あるよ。何もうなんかね最近何かあるたび LINE とかでも使ってるんだけどね見てくれOK みたいな時にこれ送るねえそれキモい。私が撮ってあげたやつだ。そうこれいい顔してるでしょ。ちょうど7号目8号目ぐらいだっけ。そうめっちゃよくない。かなりのドヤ顔だよ。自分で帰ってきて見てびっくりしたもん本当に。ねこれお気に入り。そう、まあ、あとはさ、うん、気圧がほら高くなるとさ、うん、お菓子の袋とかパンパンに膨らむじゃん。そうでさうちマジびっくりしたの、うん、やっぱさやること違うなって思ったんだけど、うん、あかりとこなつがさ、うん、コンビニに行ってさ、うん、ポテトチップスの袋買ってきたでしょ、うん、この写真いい。うん聞いてその感想ライブ直後の写真だねこれ。そうだね。うんまあいいやポテトチップス忘れよう、うん、え話してよ絶対気になるでしょみんな絶対聞いてるから。ポテトチップス買ってきて、うん、何個買ってきたの2人は。うちは2個だよ。うちも2個だよ。甘いものとしょっぱいものを、うん、ちゃんと2日分えらいえらいでしょ2日分って持ってきたの、うん、あかりでも2個持ってきて、うん、1個どうしたの。1個は5合目のバスの中で爆発した爆発したんじゃないでしょ。お尻で踏み潰したんですよ違うちょっともうパンパンになってたからちょっとツンってやっただけでポンって割れでちょっと上に持ってきたかったんですけど仕方なく出発直前だったんですけどもう置いてったらしけっちゃうからみんな早く食べてって急いで急いでみんなでお菓子食べて登りながら食べようって思ったのにね気づいたらもうなかったよね。パンパンになった写真もあるんじゃない。あるあるあると思うね。どうだろう。なるよ。すごかった。でもね本当お菓子に救われたよね、うん、お菓子大事。途中途中でなんか泊まってお水飲みタイムみたいなのを撮ってくれるんですけど、うん、そこでみんな川からお菓子出してそう食べるっていう。あこれ小夏のやつだった。あったあどっちもだった。一気に一気に一気にじゃない。パン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 ってお菓子パンパンです。見えるかな。こんな感じ。パンパン。めっちゃパンパンなの。もう張り裂きそう。お肌ピチピチみたいな感じでした。でも意外と早いうちからパンパンだったよね。そうそうそう。うん。でも顔むくむよってすごい言われた。いろんな人に。確かに。で、山頂ライブ。うん。あれ、ほらこの写真ね。来た。そう。やっぱさゲリラライブだからさ、うんうん、当然さお客さんはいないわけじゃん、うん、でも今から私たちアップアップガールズかっこかりです、今からライブするんで見てってくださいって言ってたまたまこう登山してて今頂上にいる人に、うん、山小屋とかに行って話しかけたりとかして、なんかすごいみんなラーメン持ってきてくれたりとかそう食べかけのねこいつ持ってそうそうそうでもさ確実に怪しい軍団じゃん今度山頂で何やってんだよみたいな、うん、だからさなんかその岩のちょっと離れたところからさ、うん、こうやって見てる人もいてすごい今すごいことしてるんだなって思った。うんってかそこで終わるんだ確かにね、うん、いやでもこうそう集まってきてくれた人が、うん、ライブ中に、まあ、分かりやすい振りだからそのライブ頂上ライブでやった曲が、うん、今流れてる全力パンプアップって曲なんだけど振り付けがもうほんとクラップしたりとか手上げたりとかする振りが多くて、まあ、やっぱ手上げたりとかはそうちょっとこう初めての人やりづらかったりとかしても手拍子とかはね、うん、本当に初めて見るはずだし初めて聞くはずなのに、うん、手拍子してくれてなんかすごい、うん、なんか一緒にこう登った苦労を知ってる者同士だから、ね、なんか繋がってる感じがしてお客さんとお客さんが見てくれた人とこう登ってきた苦労を分かち合いながらのライブみたいな感じですごいなんか楽しかった、うん、楽しかった、うん、あれだよねトイレのおじさんともそう仲良くなって
トイレに、トイレでこう着替えたんだけど、バタバタみんなで、そう、いいよ、使いな使いなみたいな感じでめっちゃ優しかった。出たこれ、うん、でもさ、登ってる最中に、まあ、そう、ちょっと戻るんですけど、うん、みんなでさ、こう借りてきて、さっきの写真みたいに、うん、借りてきて上がってたじゃん、うん、そしたらさ、すれ違う人とか一緒にこう登ってる人にさ、言ってくれる人いたよね。いた。アップアップガールズ、頑張りじゃないって、そうで本人みたいな感じだって、そうですみたいな、で頑張ってねみたいな感じで言われて、すごいすごい、それが励みになりました。おお、嘘。え、私初めて聞いたその話。マジで、あ、マジで、いたいたいた、いたよ、いたいた、いた、なんでみんないたから。え、違う違う、2人ぐらいいたよね、言ってくれる人、うん、あれ、アップガール一人は分かった、あの休憩してる最中に。そう、あ、そうだね。あ、でもそれまでもさ、こっちが言ってからじゃん。ごめん、確かに。なんとかご、あの小屋にの前の人でしょ。そうそう、え、違う違う違う、 え、普通にすれ違った時ですよね。小屋のとこに、そうそう、サイリウムみたいなの持ってる。あ、その人です。小屋です。そう、サイリウムじゃないから、あれ回す、あのアンテンポみたいな感じだから、これサイリウム持ってるからって応援してる応援してるって言われて、指さされたのが、あの案内の棒だったんだけど、本当だっつって君の盛り上がって、よかったね。そう、誘導棒、やっぱそう、誘導棒、うん、めっちゃテンション上がったよね、やっぱね。よかった、知ってくれてる人が、しかもなんか初めてさ、見た人たちがライブを、うんうん、なんか帰り際にトゥ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 、そこが多分なんかそこを覚えてくれたみたいで、トゥ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 って言いながら帰ってったら、ちょっと嬉しかった。嬉しい、めっちゃ嬉しい。何それ、やばい、嬉しかった。え、もう今の人歌ってたよって。え、嬉しい、そう、マジか、うん、わ、それ聞きたかった。やば、ちょっとなんか鼻歌みたいな感じで歌いながら行っちゃった。嬉しい。し、なんかさ、なんか名前を頑張って覚えようとしてくれる人もいっぱいいたよね。なんだっけみたいな、グループ名なんだっけ、またお願いしますみたいな感じで、あの帰りでまた会った人の時にでしょ。そうそうそう、で、パップガールズ係でしたら、うん、あ、パップガールズ係かって言って、なんかこうライブとかをここどこどこでやるから来てくださいみたいな、だから来てくれるのを待ってますよね、私たちは。ね、待ってます。そこでなんか、ね、すごくない、そこでなんか出会えた人と、ね、ま、なんか嬉し、やってよかったなって思う瞬間、うん、本当に、うん、確かに、うん、みんなすごいいい顔してるね、これライブ直後ですね。直後ですね。本当に。うん、いやでも登ってる最中は自分たちが結構ずっとやりたいとも言ってたじゃん。うん、な、何、その結成当時からやってみたい企画あるみたいな感じで言われた時にさ、富士山に登りたいみたいな感じでさ言ってたじゃん。うん、だからあんまりこう、結構自分たちの中で、あ、ついにできたみたいなぐらいに思ってたけど、うん、すごいいろんな人にさ、富士山登ったんだってとか言われて、うん、それで、あ、自分すごいことしたのかもしれないってやっと気づいた、うん、ね。え、なんか、あの、私は帰ってから次の日かな、次の日だっけ、ニュース、そう、そう、なんかあのニュース、地上波のニュースでね、アップがこう流れたんですよ。そうなの、富士山の、そうなの、で、違うの、ちょっといつもは違うテレビ局とか見てたんですけど、そう、たまたまこうポチッと変えたら、なんか富士山に登った7人組のアイドル、アップアップガールズ、えぇーみたいな、もうめっちゃ嬉しくて、あの、私すぐあの録画したんです、これ携帯で、それが送られてきたから、メンバーに見て見てとか言って、私もおばあちゃん家にいたんですけど、その時、うん、ちょうどテレビをぶつけながらみんなで喋ってて、でパってなんかこう見出しみたいなので、ちっちゃい写真が次にやるニュースみたいなのが5個ぐらいちっちゃくなった時に、なんかパってふっと見た時に、なんかカラフルな人たちがいるなってよく見たら、え、あてがあてがだみたいな感じで、でもなんか順番的にもうやっちゃったのかなみたいな、これからなのかなって、すごいなんかめっちゃ緊張しながら、もう手震えんの、この写真を考えてきて、みんなに、しかもとりあえずみんなですぐ連絡したんですよ。やばい、あてがあてがだ、みんなテレビつけてみたいな感じでめっちゃ連絡して、でももう手震え、なんかもう写真を撮らなきゃっていうので、しかもなんかやばい、ね、おばあちゃん家だったから録画の仕方が分かんないから、うん、みんな超もめて、早く撮って、早く超家大騒ぎで、もうちょっとなんて、ほんとないもんね、そんなさ、ね、そうだよ、そうするなんて、しかも出るって知らなかったじゃん、うん、もうだからもう不意打ちすぎて、うん、すごい嬉しかった、びっくりしたわ。新聞にもね、そう、すんごい嬉しい、結構大きく、ね、載せてもらって、ね、めっちゃ嬉しかった、本
当にできてよかった、うんね、だってアイドル初だし、うん、なんて書いてあったっけ、うん、なんだっけ、なんとか初、わかんない、わかんないよ、わかんないよでもアイドル初っていうのが、やっぱ初っていうのがすごい嬉しいじゃん、なんか、ね、アプカが初をこう制したみたいな感じで、ね、だからなんかいろいろガツガツやってるあのグループとしては本当に初っていうのマジ嬉しいな、嬉しい。あとさ、初といえばさ、うん、その、 あの一緒に登ってくれたガイドさんいるじゃん、うん、結構みんなこれ言ってるけどさ、うん、そのガイドさんがもう15年、うん、そのガイドの仕事やってるらしいんだけど、ずっと頂上まで歌い続けながら鼻歌歌いながら登った人たちを初めて見たって言われたのはすごい嬉しかった、嬉しかった、あれはすごい嬉しかった、めっちゃ高かったもん、めっちゃ高かった、なんなら上がれば上がるほどテンション上がって声大きくなったあの走っちゃいけないから、うん、走ると怒られちゃうから、うん、もうなんかそのテンション、自分のテンション高いのどうやったらこう爆発できるかって思ったら歌だったよね、確かに声は出してもいいから、わかるわかる、そう、うん、やっぱこう歩いてるのと一緒にこう楽しくなってきちゃってさ、そうそうそうもともと基本歌ってるじゃんアップガって、うんうん、いつも、うん、あれからこれ歌っちゃうんじゃないかなって地上でも思ってたんだけど、うん、地上違うね、下界でも思ってたんだけど案の定歌ってたよね、歌ってた、びっくりしちゃった、でもなんかその恐ろしいなってやめて聞かないでイエーイ、でね、そのそのね、それには引くわ、うん、アップアップタイフも歌ってたの、うんうん、たまに、そしたらあのその直後になんかあの皆さんの歌で元気出ましたみたいな感じで言ってくれる人いて、めっちゃやっぱ歌って偉大だなって思った、ね、本当に感謝です、嬉しかったよね、嬉しかった、はい、楽しかったね、そうですね、ね、うん、まあがあっての、まあ終わって富士山山頂頂上決戦が終わってからの自分の中に何か変化とかあったりしました考えちゃったよ意外にね、でもないかもしれない、なんかでもすごい人には自信ついたように見えるねとか言われるけど、うん、あんまり自分たちの中ではあんまない、あでもライブで鍛えられてるんだなっていうのをすごい実感したの、確かに今回登ってみてやっぱ酸素の薄いところで、まあ、頂上ねでライブやったけど意外にバテなかったの、うん、思ってた以上に、で周りの人にもすごいびっくりされたので、それでやっぱこうライブハウスとかでやってると、もうライブハウスも結構酸欠で酸素の薄い状態になってくるから、そういうところでこう何曲も連続でやってるのがこう自分たちの身になってるんだなっていうのをすごい実感できたから、うん、ライブはすごいなんかなんだろう、これでまた鍛えられてるんだなって気もなるし確かにだからやってきたことが無駄になってなかったんだなっていうのをすごい実感したから、うん、すごい嬉しい単純に、うん、うん、あかりは、私はなんかこう自分たちのなんだろう、あ私たち結構まだまだいけるなって思えたから、うん、ん怖い怖い待って、私も簡単にはいけないよなんでだろう、なんか順をこう追ってね、そう、なんか、うん、そうしよう、うん、結構富士山も乗り越えられたから、うん、大丈夫だっていう思いがあって、うん、なんか結構さこうなんだろうな、ライブとか結構激しいセットリストだったりとかこうずっと何日も続いてたりすると、うん、ちょっと大丈夫かなと思っちゃう時もあるじゃん、うん、でもなんかもう自分もそうだしメンバーも含めてなんか私たちは大丈夫だっていう、もうここでもう全力でやってもマジってなマジっていう最後大事なとこ交換音っていうねでもわかるわかる、そう、なんか今日こそちょっと疲れ溜まってるし無理かな、いやいけるかみたいなね結構早めに自分の中で答え出る、うん、ようになった、確かに、うん、すごいその意味で自信守ってる、うん、自分の体力面で、うん、体力ね、うん、舐めたらあかん、アップが舐めたらあかん、やっぱすごい体力あるんだなって実感した、うんうん、確かに、しかも酸素を取り入れる力が半端ないんだなって思った、うんうん、そうだね、なんかね、あの酸素を測ったりとかしたんだけどそう地上と変わらないだからなんかあれだよ、ここ一緒なの、あのガイドさんになれるって言われたもん、一応なれるなれるからちょっとそっちの道も頭に入れてでも怖いよね、アーリンガイドさんだったら、ほら行くよみたいなさ絶対行かないですほら言われてるよ、さすがにまあね、そんなあの富士山頂上決戦もあったりとかしたけど、ね、みんな聞きたいこと聞けましたかね、聞
きました。ね、富士山行ってきたんですよ私たち改めてでもさ、うん、富士山のさ、うん、体力で思ったけど、うん、2日後、うん、には、うん、あの、うん、ロックフェス、うん、最大最三三大ロックフェスの一つロッキンにねアップがもう出演させていただいて、はい、うん、正直筋肉痛だったんだけどバリバリでした。そう、結構やばかった、足とかが結構きてたんだけど、はい、やったら楽しすぎて、うん、忘れて、なんなら終わって、治ったみたいな。そうそうそうすごかった、なんか超楽しかった。足、ももと、あのふくらはぎ、うん、と、もうお尻と内股とかも痛かった。背中も痛かった。なんかとりあえず下半身が全部辛くてやばかった。そう、なんかみんなあの次の日の夜にあの集合し次の日の夜にみんなで集合して、うん、あの泊まって次の日がロッキーだったんですけど、うん、その集合した時にみんななんかもう痛いよね痛いよね痛いよねこれやばいよねそうやばいよねみたいな階段みんなでキャーキャー言いながら降りたりですね。それがあっちこっちから聞こえんのみんな聞こえんのやばかった。マジで本当にあのロッキンで踊れないと思ったもん、うん、私も無理だな、さすがに無理かなって思った。そうそうそう、でも、うん、いや全然全力で踊れたよね、うん、やっぱ治ったよね。治った、治った、治った、治った。ロッキンのおかげで治りました。むしろロッキンなかったらまだ治ってないんじゃないかな。引きずれそうだよね。そう、うん、思った、本当に思った、思ったやっぱ景色がさ違うじゃん、うん、なんかこうロックフェス独特の景色みたいなわかる、わかる、なんかあるんですよ。そのやっぱみんな盛り上がりに来てる場所だから、そこでやっぱみんなで盛り上がるのってすごい気持ちよくて、うん、その今年で私たち2年目だったんですけど、うん、今年も出れてよかったって思ったし、あとまた来年も出たいなって思いました。出たいね、うん、そう、本当に出たい。楽しかったね。ね、楽しかった、浸っちゃったじゃん大好き、金楽しすぎた、うん、まあそうね。今年この空いてるねえ、やめてそれを今言うの一応アイドルだから、はい、一応ね、うん、はい、ライブといえばそれ以外もあったじゃん。あったあった、もうそうだよ、あのハロープロジェクトの夏のコンサートに私たちゲスト出演しました。ハロコン、ハロコンね。ハロコン出るのは何回目だっけな。3回目、2回目じゃん。ハロコンは2回目。そうだね、カウントダウンも入れたら3回目。そっかそっか。今回は全力パンプアップを踊ってきたんですけど、もうねどよめきがすごくて、それが嬉しかった。どよめき？そう、あの全力パンプアップって言った時のサンプラ名古屋この間。ああ、そういうことか。3回出てるが、出てるだ、だって1回目のその時に、正月婚の時に2回出してもらったもん。2箇所か。ああ、そういうことか。それも入れると3回。夏婚ってまとめると、うん、あ、夏婚、正月婚みたいにまとめると今回が2回。うん、そう。でも本当にあの、まあ、ハローのファンの方がすごい多いと思うんだけど、うん、まああれ、そう、あの簡単な振りだからみんな手挙げてくれたりとかクランプしてくれたりとか、うん、なんか思った以上にこう手がブスブスって上がってって、でもうゾワッとした。あ、手がみたいな。超嬉しかった、超嬉しかったよね。ちょっと意外だった。なんなら、ね、あんなになんかやってくれると思わなかったもん。うん、嬉しかった。ちょっとねハローっぽくないじゃん曲が、うん、だから、ね、びっくりした。心配だったよね。めっちゃ心配だった、うん、めっちゃ緊張してたよね、うん、どうしようみたいな。すごい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。超高かった、ね、またなんかその後に、うん、あのイベントやったじゃん。うん、そう、近鉄パッセ、そうそうそう、キッカとね、2組で合同イベント、うん、その時も結構ハロコン見てちょっと好きになっちゃいましたとか。そう、ね、ってくれる人が、そう、結構来てくださって、そう、嬉しいよね。嬉しかった。うん、うん、本当行ってよかったなって思ったし、またね次は北海道、うん、そう、でもう出るので、はい、また頑張っていきたいなと思いますし、はい、頑張ります。ぜひ札幌の皆さん遊びに来てください。お待ちしてます。そして何と言っても、そうですね、ツアーも始まりましたよ。始まりました。せっかくなんでツアーの告知ここでする。そうだよ、そうだね。そう、私たちのサマーツアーホットホットホットが ついに開催しました。イエーイイエーイ。まずね、もうね2個終わったんだよね。そう、甲府と宇都宮が終わりました。はい、寂しいね。寂しい、1個ずつ終わっていくんだね。行くね。うん、けど続いてはですね、
18日の厚木決戦が、はい、待っております。まあその下ドロロっていくと20日の柏、22日の岐阜、28日の下北沢でラストになります。はい、あと4つ、はい、ね、まだ当日券もありますよ、うん、あります。皆さん、しかもこの前にはですよ、あれです、あのこの前忘れちゃった、焦っちゃった、焦っちゃった、1回つくから大丈夫、つこ、はい、この前にはですね、あの私たち の, あのフリーライブが、フリーミニライブがね、うん、あるので、うん、ぜひそっちを来てからでもまだツアー決めても、ね、遅くない、そう遅くないので、はい、皆さんぜひお待ちしております。してます。ちなみにどうだったよ2000、そう、うん、マジ本当死ぬかと思った、正直ね、うん、正直あの本当にあともう一曲あったら倒れてた、死んでた倒れてたよ、いやマジで、だってやっぱ俺もって言ってる、そうだよね、そうだよね、ありがとう、ありがとう。え、どうだったあかりは？めっちゃね、ホットだったねまんまじゃねえか、ホットホットってまんまだよ、本当にホットホットホットなのマジで、そうですかね、うん、なんかしかも、こう最近こう対バンとか、うん、フェスとかそういうのが多かったから、うんうん、こう丸々私たちだけで、ね、2時間弱とかやるのは久しぶりで、うんうん、まずそのなんか単独ならではの暑さとこう、あったかさとか、アットホーム感、そう、うん、いいよねっていうのがすごい、まず緊張したんだけど、ちょっと始まる前は、うんうん、でもすごいなんか超楽しいよね、あの近いお客さんと近い、そう、あの床が湿気で濡れてたらしい、うん、やばい、うん、そんななの、そうなんだね、気をつけてねみんなでも私そろそろ、うん、あのファンの皆さんも酸素ボンベを持参するようになりますだって前に2公演何を思ったかって、やっぱあの最後まで盛り上がってくれてる皆さんも尊敬した、うん、そうだよね、だって私たちよりよっぽどさこう、うん、密集してるから、うん、絶対熱いはずだし、すごいので、こうやってやったら熱いから超熱くて、マジでそこでみんなが盛り上がってたり、うこう一緒に手を挙げてくれたり声出してくれたりしてるのが、うん、マジ尊敬、なんか、うん、皆さん盛り上がってますか、まだまだ声出していくよっていうのがすごい申し訳ないぐらいねって本当に、本当に、うん、もう暑さだった、うん、ね、初日からすごかったよね、すごかった、胃の体感と暑さと、すごかった、もうどうしたっていうぐらい固まっちゃった、めちゃくちゃ楽しかったからね、このあと4つもっともっと熱く、はい、どうだろう、いやまあでもね、この熱い空間はやっぱ生で体感してみないと分かんないから、はい、ぜひライブお待ちしてます、お待ちしてます。じゃあね、もう、うん、あのそろそろお時間の方が来ちゃった、ね、やばいですよ、そんなこんな時間ですよ、もう、はい、あの今回はトークを中心にお届けしてきたんですけども、はい、なんかあれですね、皆さんたくさんのコメントやアイテムありがとうございました。はい、ありがとうございました。てなわけで現在のランキングを確認していきたいと思います。はい、はい、はい、確認してみよう。はい、確認します。3位はアレクさん、ありがとうございます。すごい、ずっと上位ですね、ありがとうございます、ね、あと2位はトシアットマーク台湾さん、ありがとうございます。台湾から、今日も台湾から見てるのかな、ありがとう、ね、ありがとう。はい、じゃあ1位はイサオさん、ありがとうございます。ということで1位の方に、伊沢さん、そう、希望のメンバーを選んでください。いいよ、選んで。その人が、この希望のメンバーの人が、あのその人のピンカメラでありがとう言います。誰だ、誰がいい、誰、誰かな、行っちゃいな、行っちゃえ。お、来るか、来ないですね、うん、来ないか。伊沢さん来た、のんちゃんでなんですか、照れ笑いですか、やめてください、そういうの。本当にいいんですか、いいんですか。伊沢さん、ありがとう。はい、もう本当に皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございます。はい、というわけでここでアップアップガールズ各カリカリをお知らせがあります。はい、今いました、ツアー
ぜひあと4カ所ありますので、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。そして、マップ画のことからいきますか。うん、もうね、どれがどれだか分かんないのこの夏。これまたね、はい、アップアップガールズかっこかり、台湾ロックスかっこかり、東京決戦3 days が9月9、10、11と3日間連続で行われます。はい、ロックのバンドの方々と、コラボじゃないね、対バンするんですけど、はい、まだ9は未定で、10がザ・イナズマ戦隊さん、11がハワイアンシックスさんと、対バンさせていただきます。今年の夏もね、はい、たくさんロックフェス出させてもらって、やっぱさ独特の盛り上がりがあって、うん、やっぱあの熱い盛り上がりが私たちも好きなので、うん、少しでもそのこう盛り上がりに近づけるように、はい、熱くいきたいと思いますので、頑張ります。ぜひ私たちの戦う姿を見に来ていただけたら嬉しいなって思います。はい、お願いします、はい、そして、8月ちょっと戻っちゃうんですけど、8月31日にですね、私たち横浜アリーナで行われるアットジャムエキスポ2014に出演しまーす。逆にこれなんで書いたのこれ。もうちょいなんか、もうちょいなんか書いてよ。ちょっともう今日はバットバットやったから、うん、そうね、走ってきたから、走り込みセーフだったから、うん、はい、こちらはですね、はい、ライブもあり、そしてなんと運動会もあるらしいんですよ。運動会したいよ、学生に戻りたいよって言わないわけで、はい、アップがももしかしたら運動会出れるかもしれないんでね、頑張りましょう。はい、はい、もうライブ10組ぐらい出るらしい。そうそうそう、もう発表になったかな。100組出るらしいんですよ。すごい、だからもうすごいお祭り、1日に100組ですからね。結構あちこちにステージを組んで、もうわーって感じになりますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、ライブもやりますので、やります。もうすぐタイムスケジュールも発表になると思うので、はい、ぜひアップが見に来てください。よろしくお願いしま す。その発表の意味が分かんない。戻る方だね。戻ってください。次アップガから行く。じゃあこれじゃない、うん、はい、10月、はい、アップアップガールズかっこかり、10月21日にタイトルは未定ですが、ニューシングルを発表すること、発売することが決定しました。イエーイイエーイイエーイ。これどんなやつですか。そうです、アップガの勝負作となっております。はい、勝負作、はい、ここからね、中野サンプラザ決戦も終わり、うん、富士山での決戦も終わり、はい、ここからもう一個こう一つね、またジャンプアップするできるように、うん、はい、ちょっとさらに上を目指す勝負戦上をね、はい、なっております。目指せ武道館だからね、次の目標は、はい、そうですよ、はい、武道館に向けてこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。そして私たちアップアップガールズかっこかりと、ザッポシボ、そしてキッカーユーと、3組で組んでいますチーム負けん気で、シングルが、9月17日に無限フライハン発売することが決定しました。はーい。はい、そのシングルを持ってなんと負けん気ツアーも行われます。イエーイ。9月28日から名古屋、恵比寿、梅田、赤楚、そして仙台と、これはね突っ込まないで、仙国さんが書いたから、4カ所回っちゃいますので、はい、ぜひもうなんだっけ、2公演目てか夜の公演がソールドアウトになって、昼公演が追加になった、はい、名古屋と大阪も終わりますので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。よろしくお願いします。そんな感じかな。そんな感じですか今日は。うん、もういろんな、それ以外にも盛りだくさんだから、はい、ぜひ詳しくはホームページとかブログとかチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてここでショールームからお知らせです。どうぞ、あかりさん。だらん、ショールームでは公式ツイッターをやっています。はい、番組の最新情報やここでしか見れない画像がアップされます。ぜひフォローしてください。公式アカウントは DNA_ショールームです。よろしくお願いします。お願いします。はい、次回の放送を見逃さないためにも、右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録してください。ショールームアプリをインストールしていると皆さんのスマートフォンにお知らせが届きます。パソコンで見ている皆さんもアプリのログインをお忘れなく。そしてショールームのスマートフォン用アプリではファンルームの機能がス
タートしました。はい。チャットではファン同士の交流ができますので、ぜひアップガファンの皆さんは書き込んで交流してみてくださいね。カッキーお願いします。そうですね、新機能ですから、はい、ぜひ使っちゃってください。お願いします。それではね、そろそろお別れの時間が来てしまいました。はい、今日もですね、本当に話しつきずですね。ねえ、もうこれどうしようってぐらいの話もっとしたいんですけども、うん、まあね、ほらみんなもええって言ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。じゃあええって言ってくれてるから、うん、最後にまんじゅう食って。そうだよ、男気まんじゅうですね。今日のお土産です。はい、今日のお土産、じゃじゃ、これね、1個だけね、超辛いやつ入ってるんだって。やばいねって、超辛いやつ入るから、そう。じゃあ取って、とりあえずこれさ、辛いの出るまでやるとしたらめっちゃ食べなきゃいけないね。じゃあ先にお別れしよっか。みんなちゃんと一発で引いてね。ダメ、いきますね。お願いしますよ。それは食べてね。はい、オッケー。待って、開かないんだけど私。早く、早く、早く。オッケー、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 来た。はい。せーの。最悪。やばいやばいやばい。お別れできない。お別れできない。Ha ha ha!